えー、皆様、いかがお過ごしでございましょうか南風チャンネルでございます、えー。今回もですね、ありがたいことにリクエストをいただきましたのでね、それに関してちょっとお話をしてみたいなというふうに思います。えー、今回ね札幌市の、ね、N さんからのお問い合わせでございました。 まあ、例によってね、いろいろ一生懸命書いていただいているので、まあ、あの、内容をかいつまんでご説明するとですね、あの、タルタルーガーにね、乗ってらっしゃるそうでございます。で、タルタルーガーとかね、ブロンプトンとか乗る中で、あの、車輪のね、小さい自転車の有効性にどん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 あの気がついていただいておるようですね。で、そうなってくるとですね、えー、っとね、 興味を持ち始めると結構ね、たどり着く人が多いのが、アレックス・モールトンですね。あの、ショーケースポーツ自転車の祖と言われているものだと思いますけども、今からもう60年、70年近く前に、えー、っと、車輪の小さいね車あの、自転車を世に通ったという、あの、非常に画期的な取り組みをしてくれた、サー・アレックス・モールトンですね。あの人が作った自転車に、まあ、大体ね、あの皆さんね、たどり着くものなんですよね。でですね、今回のね、質問は、アレックス・モールトン博士が、 なぜ、省計自転車を世に通ったんでしょうかというふうな、あのー、ね、ご質問なんですけど、まあ、正直言うと、私もわからないですよね。あのー、一回だけ BS も、ブリジストンと共同で作った BSM179 っていうのに乗ったことはありますので、なんとなく推測はできますけども、なんでですかって聞かれると、まあ、正直わからんわけですね。で、まあ、一応ね、私の知る範囲でのね、あの、引きこもごもに関してお話ができればなと思います。 以前にもね、ご紹介したことあると思いますけど、この本ですね、これ今からも20年ちょっと前に出版されたものなんですけども、これに関してね、アレックス・モールトンに関して割かし、あのー、何ですか、きちっとした論文が、えー、載っておりまして、えー、それから得たね、えー、付け焼き場の知識をね、元にちょっとお話をしてみたいかなというふうに思います。えー 僕もね、あの、車輪のでかいのとかね、小さいのとかいろいろ乗ってきましたので、あの、すごくよくわかるつもりなんですけども、えー、自転車としてですね、合理的なものは何かというふうに考えたときに、車輪はやっぱでかければでかいほど合理的だと思います。で、あのー、 特にね、昔は道があんまり良くなかったでしょうからね、あのー、アスファルトみたいなとこは舗装されてるとこは少ないとなれば、車輪の小さいものでいくとやっぱりね、乗り心地は悪いし、跳ねるしっていうので、車輪がでかいのが当たり前だという時代が長らく続いて、えー、モールトンさんがね、やろうというところに差し掛かったんじゃないかなというふうに思うわけです。で、さっきのね、あの、この本ですね、これに書いてあるあの、論文によるとですね、 えもう乗り物が大好きな、ね、モールトン博士が、えー、当時ですね、あのー、世界的に流星を極めていました、いわゆるブリティッシュ、えー、ライトウェイトですね。あのー、その昔の、ね、イギリスってあの自転車生産大国だったのってご存知の方いらっしゃいますかね。それこそ、あのー、ブリティッシュライトウェイトで検索してもらうと、ね、あのクロード・バトラーとかヘチンズとかって本当に珠玉の,の名作と言われているものが、ね、いっぱい作られていたそうです。 で、そこの文献によれば、あのー、ね、自動車のサスペンションの開発とかをいろいろね、やってた博士が、えー、そのヘチンズですね、の自転車に乗ったと。ただ、あのー、素晴らしい乗り心地とかね、あのー、その衝撃の吸収の、なんていうんですかね、フレームが、多分おそらく身をよじるようにね、あのー、衝撃を逃がしてくれたんだと思いますけども、そういうね、素晴らしい自転車があるんだと、ということに気がついて、じゃあ俺もやってみようと。 いうようなことをですね、えー、考えたそうです。で、素晴らしいのがですね、あのー、ね、折りたたみの場合はですね、異業種参入型の方が面白いものを作りますよ、みたいな話を僕よくすると思うんですけども、やっぱその競技用とかね、自転車業界に長らくいた人ほど、自転車の常識っていうのはどうしても頭から抜けませんので、えー、車輪の小さいのでやってみたらどうかしらなんていうのは、やっぱ自動車出身の人だからこそ多分できるんですよね。 で、そのミニですよね、あの自動車の。あれを手掛けた人ですよね。で、あれをミニは車輪もちっちゃけりゃ、ね、車体もちっちゃい。で、ね、乗り心地の悪さ、うんぬんというところは、あのね、えー、モールトン博士がね、開発に携わったと言われているサスペンション。あれを使うことで、あのー、素晴らしい自動車にしましたよという多分自負があったんだと思うんですよね。だから、それと同じことを自転車でもやってみようというふうに思ったんじゃないかと、あの、この本にも書いてありました。 で、いろいろね、えー、試行錯誤研究、あの自転車の行、なんちいうか、自転車の行、常識ですね。常識にとらわれない形でいろいろ試行錯誤して得られた結論が、やはりあのね、一般的なスポーツ車と同じような前傾姿勢で乗るのが一番効率的に、車体にあの力を伝達できるだろうと。で車輪の径というのに関して言うと、必ずしもね、27インチとか、あれでなくても、 なんか優秀なサスペンションがあれば、車輪の小さいのでもいけるんだというふうに考えたようですね。で、車輪の小さい自転車っていうのは具体的に何かっていうと、あの車輪が小さいですから、加速に優れます。で、ペダル一こぎで進む距離を、例えばペダル一こぎで6メーター進みますという設定にしたときに、えー、700C のホイールと17インチのホイールだと、 あの、多分加速に関して言うと17インチの方が優れるんですよね。やっぱ車輪が小さくなってる分だけ力が伝達がいいですから。加速していく分には多分いいんです。でも、それが巡航ですよね。ある程度も行行き着くところまで行って、その速度をいかに維持するかっていう話になると、今度は車輪がでかい方が回転管性がつきますから。あのー、まあ、 でかい方が長く、うん、楽に走れますよ、ということになるわけです。で、そう考えれば、ステージレースとか、ああいうね、あの、長丁場を戦うレースの場合は、証券者であることはあまり意味をも、なさないんですけども、あの、短距離勝負とか、スプリントレースとか、えー、実際、モールトンが商品化された後に、トラックレースじゃないですかね。トラックでは結構、あの、馬鹿みたいに、あの、勝ったというようなことがあったらしいという話は聞いたことがありますし、今あの KHS がね、 あの、世界最高速度記録っていうのをあの自転車で実は KHS が出してるんですけども、あれも、えー、っと、車輪の径はたって20インチぐらいだそうです。で、その心は、あの、加速、最高速度記録をっていうことは常に加速し続けるっていう話なので、加速し続けるためには実はあれぐらいの車輪の径で、あとはギア比でなんとかするんだというところが、 あの、合理的なんだろうな、という風になってくるわけなんですね。で、そこをおそらくモールトンとしてはついたんだ、という風に思います。で、車輪が小さいことによって乗り心地が悪いとか、いろんなところをね、解消するために、そのね、博士がな、長年、えー、研究してきた、そのサスペンションの技術というのが、えー、とね、活用されるわけで。これは多分、あの、自分の持てる技術を自転車でも活用し、これならできるんだっていうのは、なんか確信があって、えー、あえて小継でやったということではないかなと思います。 さっきのこの文献でね、えー、っと、見ていくと、実は、アレックス・モールトンに関して言うと、えー、っとね、折りたたみ構造とかコンパクトになりますということは、実はあんまり主眼としてはいなかったらしいですね。車輪が小さい自転車の方が実は合理的なんだということを証明するために、あの、自転車としてできているそうです。で、おそらくですね、出来上がった後に、 あの、二次的な要素として気がついたんじゃないかなとって推測できるのが、えたびたびにお話ししてますけども、車輪の小さい自転車っていうのは、車輪の上にね、えー、結構大きなこう空間ができますから、そこを積載スペースとし,として活用できますと、えー。サイドバックとか使わなくてもね、あの、自転車の車輪の上にドカンとでかい荷物乗っけても、あの、安定して走りますよと。 でフレームに直接あの荷重がかかるような構成にできますから、ハンドリングにも影響がなくて、あの荷物をたくさん運ぶ自転車、えー、長距離走る自転車あの、旅行用の自転車として非常に合理的なんだというふうなことは言えるわけですよね。でそれに多分気がついた人が、確かね、オーストラリアとかなんとかを確か銃弾だったか、なんかやった人が確かいらっしゃるんですよね。それも、えっと、60年ぐらい前の話ですね。 でそういうことができる自転車なんだよというような形でモールトンが、えー、売られていったんであろうというふうに考えるわけですで。そう考えると、その流れをちゃんとね、ブロンプトンとか組んでるわけですから、やっぱりね、あの、ブリティッシュだなというふうな感じはいたします。でそのモールトンが取り組んだね、引きこもこもが、まあ、60年経ち、70年経ちしてどうなったかっていうふうに考えれば、えー、ね、もう日本のいろんなところは舗装されました。 だから、ただ、アスファルトのね、綺麗に、あの、舗装された路面を走るんだよっていうことに関して言うと、よほど競技とか、早くとか、あの、あいつに勝つとかっていうようなことでなければ、別に 700C なくてもいいんじゃないって、私は思いますし、えー、700C でなくてもいいんじゃないっていう風に考えると、今度は、えー、積載空間が広く取れますよとか、あの、畳んだ時に小さくできますよとか、自転車に乗る時以外の、 えー、いろんな、あの、メリットが浮かび上がってくるんですよね。で、それをいかにその日常生活的に活用するかっていうふうに、あの、考え方のベクトルが変わってくると、あの、スポーツサイクルなのに日常的にもガンガン使えますよというふうな優秀な自転車になるんじゃないのというふうに思えてくるわけです。そう思えばかそうちではこういう商品構成で、えー、自転車屋さんをやらせていただいてますよというふうになってくるわけでございました。 いうね、あのー、自転車を販売してね、しみじみ思うのは、あの、合理的なものがね、必ずしも正しくはないということじゃないかと思います。あの、自転車にね、その、レースで勝つとか、そういうなんか分かりやすい結果を求めるのでなければ、あくまでその自転車の良し悪しっていう答えは、その人の心の中にしかないわけであって、えその人が楽しく使えるようになれば何でもいいんじゃねえのってう話になれば、必ずしも合理的で、合理的なものそのものが楽しいとは限りませんので。 ね、あのー、それこそモールトン博士が17インチなんてお前何考えてんだよって言われるようなご時世で7 0 0にね、あの、匹敵するような自転車を作ろうと一生懸命頑張って、多分そこにね、モールトン博士はなんか生きがいを見出したんじゃないかなと思いますよね。だからうちもですね、そういう一般的になんか合理的と思われてねえじゃん、これと。言われるようなもので合理的な自転車とね、 何ら変わらないあの使い勝手とかそういったものができるんだぜということをね、証明する。まあ、それぐらいの気合でね、まあ、最、厳密に追い込んでしまえばね、さ、もちろん無理なんですけど、あくまでそこに楽しみを見出せるんだっていうような人たちとですね、あの、一緒になって、あの、自転車のね、あの、楽しみ方の世界の幅を広げていけるような、えー、そんな活動ができればな、というふうに、えー、思っております。えー なかなかね、非常に難しいテーマでございましたが、なんかそれで考えていろいろね、あの自転車に乗ってるうちに、あの自分のありようとか、あのこうやって行かなきゃダメだとかっていう風なことに関して、あの改めましてね、施策を深めることができました。本当に N さんありがとうございました。えー、引き続きね、あのこのチャンネルもご愛顧いただきまして、またあのご質問があれば、えー、この程度のヨタ話でよければどんだけでもしたいと思いますので、えー、引き続きよろしくお願いいたします。